tell you. はい、どうも皆さん、こんにちは。もりもりです。今回なんですけど、ちょっとね、実写の方が撮れなかったんで、画面越しでお伝えしていきます。で、今回はですね、レイヤー分けについてちょっと紹介していきます。で、まあ、レイヤー分けって何っていうんですけど、まあ、グループ分けと色分けですね。まあ、この2つちょっと軽く紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。で、まずね、ちょっと右のレイヤー見てほしいんですけど、まあ、どうですかね。まあ、結構まとまってますよね。これなんでこう見えるかって言ったら、グループ使ってるからなんですよね。で、グループをまあ開いてあげたら、中はこんな感じで結構多いです。ですね。まあ、レイヤー0から、まあ、スカイ、まあ、空と木と、3ピーポーエフェクトって感じで、まあ、めちゃめちゃ多いんじゃないですか。で、グループ使わずにもう編集してる人って結構やばいんですよ。なんでかっていうと、このままやとね、あの修正とかね、また編集加えたい時めちゃめちゃやりづらいです、正直。シンプルに見にくいんで、ちゃんとグループ分けまずしてない人はしてあげてください。まあ、グループの作り方は簡単です。レイヤーパネルの右下の新規グループ作成を押してあげたらすぐできますね。で、レイヤー0を例えばここに入れてあげるってなったらここに入れるだけと。持っていて入れるだけ。これでできちゃうので、グループ分けをしてない人はまずはグループを作ってください。で、グループ分けはしてるけど、例えばこの状態で終わってる人とかにはもう一つプラスでね、要素があって、今回ね、この目のマークの上で右クリックしてください。するとですね、こうカラーが出てくるんですよ。これ知らんかった人は、おーすごいやんってなるかもしれないですけど、カラーが出てきて、例えば今回スカイなんで、まあ、ブルーにしようかなみたいな感じでブルーにします。で、ツリーはじゃあグリーンでいこうと。で、ピーポーはまあ赤でいこうかと。で、エフェクトは、まあバイオレットでみたいな。こんな感じでね、色分けでレイヤーを分けることができます。で、これの何が便利かっていうと、もっとね、もっといっぱい編集すると。で、今回の編集見てもらうと、まあ、スカイがあって、ツリーがあって、で、ピープがいて、まあ、エフェクトが作用かかっていると。まあ、4つなんで、まあ、別に色分けしなくてもいけるじゃないですか。まあ、ただこれが、まあ、でも20個、30個とかね、めっちゃ編集してると。めちゃめちゃ編集した時に、さっきみたいにまずグループ作ってなかったらもう終わりですよね。で、まあ、グループ作ってても、この色分けなかったら結構見づらいですよね。このちっちゃい文字だけで判断するのって結構大変なんで、グループ分けしてあげることで、過去のね、自分の作品、まあ、例えば過去に自分で作ったやつとか、まあ、今から作るやつでもなんですけど、どの編集したかなとかね、もうそんな覚えてないじゃないですか、昔のやつとか。そういうのを、まあ、例えば3年生4年生とかなってポートフォリオを作るってなった時に、どの編集したかって覚えてないのに、わざわざさっきみたいにね、長いレイヤーを分けずにやっちゃうとめっちゃ見づらいんですよ。なんで今のうちにしっかりね、この色分けを、まあ、グループ分けですね、してあげて、保存しておくと次も使えますし、まあ、編集もしやすい、で見返した時も分かりやすいということで、まあ、作業効率も上がるかなと思います。まあ、なんでね、今回、まあ、ちょっとした紹介なんですけど、まあ、知らなかったよって人には結構いいかなと思うので、まあ、よかったら使ってみてください。ということでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。